こんにちは。今回は以前質問がございました。動画に吹き出しをつける。この設定を行っていきたいと思います。移動するものに対しての吹き出しになりますので、吹き出しが移動するという形ですね。では、動画に対して吹き出しの画像ですね。こちらはインターネットなどでダウンロードしてもいいと思います。PNG の形式であれば、このように切り抜いた状態で吹き出しの設定ができます。さあ、では、モーションの生成を調整していきます。スタート、そしてゴールポイント。途中のポイントに、モーションを入れます。こんな状態でいいかと思います。さあ、この状態で OK を押します。さあ、ここにテキストを打っていくわけなんですけれども、この方法、テキストを重ねるという方法、本当は私はお勧めしません。なぜかというと、やはりレイヤーが2段に増えてしまうので、動きが合わせにくい。単純な動きだったらばいいんですけれども、意外と動きを合わせるのがめんどくさいというのが本当です。では、テキストを打っていきましょう。こんにちはと文字を入れます。そしてこのテキストを、大体の位置に合わせます。そしてタイムラインのテキストの長さを合わせます。このスタートのポイントを合わせます。さあ、ではここで文字にもモーションの生成をやっていくんですけれども、位置だけに関してはですね、吹き出しのモーション、こちらをクリックして、この属性をコピー、こちらを、設定します。文字を選んで、この属性を貼り付けというのを行います。文字が大きくなってしまいました。この修正は実は、モーションの生成の方で行わなければならないんですね。では、これの設定を行っていきます。まず、ここで最初に注意したいのは、このポイント分すべて設定をしなければならないので、かなりめんどくさいです。ですから単純な動きではいいんですけれども、複雑な動きになると位置がずれやすくなってきます。では設定を行っていきます。試しに大きさを20にしてみます。このぐらいでちょうどいいと思います。ではまずこの大きさの調整をすべてやっていきましょう。各ポイントを選んで、文字の大きさを打ち込んでいきます。さあ、そして、これ Y 軸の高さが違いますので、この Y 軸の高さを調整していきます。今50という高さに対して、1、2、3、4、5、6、高さ6を追加しました。これを各キーフレームで行っていきます。1、2、3、4、5、6と、すべてのキーフレームで同じことをやっていきます。
数値での打ち込みでももちろん大丈夫です。さあ、これで終了しました。では動きを見てみましょう。今回はうまく位置、大きさなどがずれずに済んでいます。ただこの方法は複雑な動きになればなるほど作業が大変になるのでおすすめはしません。もう一つの方法としては非常に単純になりますが、あらかじめ文字の打った状態のものを入れるという作業になります。さあ、では文字を打っているテキストですね、こちらを入れていきます。文字を打っているこの吹き出しですね、こちらを入れていきます。こちらはもう非常に簡単です。文字を打ってありますので、モーションの生成でそれぞれ動きを一回設定してあげるだけで大丈夫です。こんな感じでいいと思います。ちょっと動き合ってないですけれどもね。で、この文字の打ち直しというのはどうするかと言いますと、フォトショップやペイントショップなどでこのようにですね、吹き出しとレイヤーという状吹き出しと文字ですね、別レイヤーで、このように打ち込めますから、文字の打ち直しをして、その都度ですね、この PNG の形式ですね、 PNG 形式で名前をつけて保存をしてあげるといいと思います。めんどくさいように見えるんですが、こちらの方が設定は簡単になりますので、私はこちらをお勧めします。では今回はですね、この他に便利な機能ですね、こちらをまた今回もご紹介したいと思います。例えばですね、このように動画がありますけれども、途中で止めて、止まった状態でそのまま次のシーンにフェードアウトしていくような、そういった映像を作るときにですね、便利な機能、こちらをご紹介します。これは止まった時点の場所ですね、こちらを静止画として書き出しができるという機能です。使ったこともあると思いますけれども、ご紹介いたします。編集の静止画として保存、こちらを選ぶですね、静止画として保存、これを押しますと、こちらの画像の部分のですね、保存してある場所にこういうように配置されますので、こちらをドロップしてこのタイムラインに合わせます。あとはこちら画面にサイズを合わせていただければ、途中で静止画になったままになります。あとは自分で任意の長さに調整して、ここでフェードインフェードアウト、モーションの生成を使って表示 100% から
表示を不透明度 0% に調整してあげれば、これでフェードインフェードアウトになります。こんな感じですね。再生してみてみましょう。こういった形で静止画として途中からストップするような、こういった映像が出来上がりました。次に紹介したいのが速度をコントロールする機能ですね。ではサンプルの動画を置いてみたいと思います。こちらはこのモニッコ講座のタイトルなんですけれども、速度を調整する機能というのが2つあります。1つはこの再生速度変更タイムラプス、まずこちらからやってみたいと思います。プレビュー再生をしてみましょう。これが標準の速度ですね。さあ、こちらでセッティングできる機能ですね。こちらがこの2つあります。これ何を意味しているかというと、下はこのスライダーと連動しての速度になります。再生の速度ですね。スローにすればこれ再生速度、これ上の時間が変わります。ハイスピードにすればあっという間に終わります。これは再生速度の変更です。真ん中の部分、これは何を意味しているかというと、ここ上に説明がありますけれども、1秒間のフレーム、これですね、間引くフレームですね。最初のフレームを再生して、ここで設定したフレーム数、今は0なので全く間引かれていませんが、例えば1秒間30フレームの映像の場合、ここでこのように3と設定をすると、1フレームが再生され、その後3フレームが間引かれ、また次のフレームという形で間引かれるフレームですね。ですから例えばこれ10フレームってすると、1秒間に3フレームぐらいしか表示されなくなります。ではプレビューしてみましょう。ということはこれどうなるかと言いますと、ストップモーションのようなカクカクカクというですね、そんな再生ができるようになります。ちょっとわかりにくいんですけどもね、これは実際に数値を打ち込んで試しながら使っていただけるといいと思います。さあ、ではもう一つの機能は変速コントロール。こちらはですね、どういうふうに使うかと言いますと、再生している途中で速度を変えることができる機能です。例えばこの動画約これ10秒ぐらいなんですけれども、例えば2秒からこのモニが出た後にですね、ここにダブルクリックしてキーフレームを加えて、このコが出てくるここまでですね、ダブルクリックします。この間の途中にもう一個ダブルクリックして、ここの再生速度を極端にスローにする、こんなこともできます。では実際に再生してみましょう。これお分かりいただけましたでしょうか。実際再生してみますね。途中からすごいスロー速度になります。そしてまた標準の速度に戻るという形ですね。もう一度操作画面を見てみましょう。このキーフレーム、ここの部分もここの部分も標準の 100% です。そして真ん中がこれに今 24% になっています。
100% から 24% まで落ちて、また24から 100% までに戻るという、そんな設定になります。どういう時に使うかと言いますと、例えば、今ですとウェアラブルカメラといって、体につけて録画するカメラなんてありますよね。例えば、長距離を移動して同じようなシーンが長く続く時に、それを早送り途中だけしてまた元に戻すとかですね。またスポーツなどのシーンですね。例えばバッティングをしたりゴルフを打ったりする打つ瞬間だけを速度遅くしたりですね。そういった演出にも使えます。非常に楽しめる機能なので、こちらも活用いただけるといいと思います。今回はここまでになります。